こんにちは、チュルカンです。今回は M ステグランドフィナーレがいいともグランドフィナーレだったらということで、今回の動画はお察しの通り完全なる僕の趣味と主観による妄想動画ですので、こういうのが好きな方へ向けてのものになってます。後でちゃんと説明しますが、いいともグランドフィナーレの面々をただただ僕の好きなバンドに置き換えて妄想していくといった動画になっております。なので自分だったらこれがいいとかございましたらぜひコメントください。ではこういった流れでやっていきます。いいともグランドフィナーレの振り返り、ご覧になってない方への説明ですね。その後 M ステグランドフィナーレの妄想の概要、そして妄想開始といった流れになってます。それでは早速始めていきましょう。まず私のチャンネル10代の方もかなり多いので、そういった若い世代の方のためにも説明させていただきます。知ってる方もぜひご一緒に振り返っていただけたらと思います。森田和義アワー笑っていいともというフジテレビ系列で1982年から2014年まで毎週月曜から金曜までの平日毎日お昼の12時にやっていたバラエティ番組がありました。その司会が M ステ同様タモリさんです。31年半放送された長寿番組でした。そしてそれの最終回をグランドフィナーレと題して、2014年の3月31日生放送でその歴史に幕を下ろしました。ご覧になった方も多いかと思いますが、その時の出演者がかなりえぐくて、全部挙げるとキリがないので重要なとこだけお話しすると、まずテレフォンショッキングという名物コーナーがありまして、その最後のゲストがビートたけしさん。このビートたけしさんとタモリさんの共演の時点でもう特別すぎる内容だったんですけど、それ以外でもいろんなタレントさんが次々とタモリさんとのトークを繰り広げるわけですよ。で、本題ではないとこはいろいろ端折りますが、その歴史的瞬間までを時系列に沿ってやっていくと、まずさんまさんとタモリさんが2人でトークをしてます。この時点でたけしさん並みにレアですが、この後ものすごい乱入歴が始まっていくわけですよ。さんまさんとタモリさんのトーク中に長いわと言いながらダウンタウンとうっちゃんなんちゃんが乱入します。ここでタモリ、さんま、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃんが同じステージに同じ画面に映るわけです。で、同じようにみんなでトークをしてたら、そこになんとトンネルズが乱入してきます。ダウンタウンとトンネルズの共演というのはこのいいともグランドフィナーレを含めると2回だけ、ものすごい貴重な瞬間でした。で、さらにそこに爆笑問題99という絵面が完成するわけです。でもうこんなメンバーなので荒れまくってて、それのまとめ役みたいな感じでスマップの中居くんが仕切りを任されるんですけど、その後鶴瓶さんも合流しますという盛大に盛り上がった伝説の最終回があったんですが、でここから本題ですね。M ステも1986年からスタートしていて、現在も変わらず、まあ内容はだいぶ変わりましたけど放送はされていて、それでもいつかは終わりが来るわけじゃないですか。なので同じタモリさん司会ということもあって、いいとも並みのグランドフィナーレがあってもいいんじゃないかという妄想動画です。 M ステは普通に終わるんじゃないのと思った方、僕もそんなに派手にはならないとは思ってます。ですのでただただ妄想を楽しんでいただけたらと思います。とはいえ、いいとものような芸人さんたちと違って音楽だとジャンルも幅広く、明確に誰が大御所とか誰がベテランとかってくくるのも難しいですし、僕が決めることでもないので、いいともグランドフィナーレのあの並びに当てはめるとしたら誰かでやっていきます。それでメンバーの幅を広げるとキリがないので、もう J-POP で僕が個人的に好きなバンドという形で絞ってやっていきたいと思います。なので本当の大御所、矢沢永吉さんとか長渕剛さんとか、バンドで言うともう解散しているボーイとかブルーハーツとかは今回除外とお考えください。では始めます。まずいいとものビッグな方々が揃ったシーンのメンツを改めてご紹介すると、継承略します。タモリ、さんま、トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、爆笑問題、ナインティナイン、鶴瓶師匠、ここにバンドを当てはめていきます。まずタモリさんはもうタモリさんですね。で、さんまさんは僕の中ではサザンオールスターズイメージですね。最近は桑田さんのソロも目指しますが、ずっと第一線で安定して活躍されてて、誰からも愛されて、桑田さんのキャラ的にもそんなイメージですね。こんな感じでやっていきますね。で、トンネルズとダウンタウン、これは同時にやらせてください。まずトンネルズがビーズで、
ダウンタウンがミスターチルドレン。これなぜかというと、以前ビーズの稲葉さんとミスチルの桜井さんが対談をされた YouTube 動画がアップされてるんですけど、そこで桜井さんが2つのバンドの立ち位置関係性をそれぞれが別のトーナメントで戦ってるみたいな表現をしてたので、そこからの印象ですね。ダウンタウンとトンネルズもそんな感じじゃないですか。お互いが別の戦場でトップを走り続けてるという意味で、ビーズはずっとトップですし、これまでの実績から考えて、でもうこのサザン、ビーズ、ミスチル、もうこの並びでもう視聴率 30% ですよ。で、うっちゃんなんちゃん、これはね、スピッツ、芸歴とかは無視してます。こうガツガツした感じもなく、誰からも愛されて安定して活躍されてる感じが合ってるなと思います。あとは優しいイメージですね。さあ、最強の4人が集まってしまいましたが、次、爆笑問題枠。これはね、暴れ馬枠でエレファントカシマシと行きたいんですけど、枠がもう3つしかないので、ここはグレーで、なんで爆笑問題がグレーかっていう理由はないです。で、グレーときたらもうナイナイ枠はやっぱりね、僕ら世代だとラルク・アンシエルになりますかね。キンキキッズの強しか高一かみたいな感じで、グレーかラルクかみたいな論争じゃないですけど、この2つの並び見るとそれを思い出しますね。 M ステの特番みたいなので、これに近い共演はあるにはありましたが、今だとその価値もかなり変わってるかと思いますので、というかこの方々自体が最近はテレビで見ない気がするので、僕が見てないだけかもしれないですけど、どの組み合わせでもいいので、久しぶりにこういうバンドを押し出した音楽番組見てみたいですね。で、もう一枠残ってますね。最後に鶴瓶師匠、これはね、難しい、悩みました。鶴瓶さんの芸歴から考えても、今も活動されてる大御所バンドデシボルト、もうあの方々しか出てきませんでした。ジ・アルフィー、ちょっとね、世代は違いますけど、多分僕が昭和60年生まれなので、親の世代がちょうどアルフィーなのかなって思いますね。これは完全に鶴瓶さんのイメージで合わせてみました。こんな感じですかね。いかがでしょうか。バンドとなると、もっともっとイエローモンキーとかバンプオブチキンとかいますが、いい友の再現で枠を絞ってやると、僕の中ではこれがベストオブミュージックステーショングランドフィナーレです。多分若い方だとね、ヒゲダンとかキングヌーとかを考えるかもしれませんが、そんな風にサンマ、トンネルズ、ダウンタウン、ウッチャンナンチャン、爆笑問題、ナインティナイン、鶴瓶師匠、この方々にバンドや歌手、M ステグランドフィナーレにふさわしいと思う方々を当てはめて、自分ならこれがいいとかありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。よかったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。というわけで、 M ステグランドフィナーレが笑っていいともグランドフィナーレだったらということで、いかがでしたでしょうか。でも、もっとできるなら時間区切るなりして、出演したアーティストできる限りと、これまでのアナウンサーなんかもみんな出演して盛大にやってほしいなとは思いますね。大きい会場を使って。まあでも、普通にタモリさんの代わりを探して番組自体は続けていくのかもしれませんね。そんな感じで以上となります。こちらのチャンネルは Mr.Children メインで運営させていただいてますが、こんな風にいろんな音楽に関わる企画、年代別のランキング動画など、いろんな音楽メディアに関わる企画などもやったりしております。リクエストフォームもございますので、全部お答えはできないかもしれませんが、何かこんな妄想してほしいなどありましたら、ぜひ送ってきてください。いろいろコメントお待ちしております。というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。